はい、岡本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。岡本さんと前回やったのは、まだ2019年の、これぐらいだったと思うんですけども、はい。お正月過ぎたこれからですね、コロナウイルスっていうのが、あるよということで、SARS みんな経験してるから、こんなに警戒してなかったと思うんですけどそうでね、すね。今、どんな感じですか？私の周りでは影響はもちろんたくさん出てますね。例えばお店、飲食店であれば、やはりお客様が、減っているであるとか、あとは、私個人で言えば研修とかですね、セミナーとかが中止延期になるとかですね、そういうことの影響が出てますよね。まずね、クライアントさんについて聞きたいんですけども、岡本さんのクライアントさんというとですね、当然これ、お店が中心ですよね。そうですね。お店も比較的多いですね。で、そのお店の中でも飲食店多いですよ飲ね。食店、極端には多くないです。結構業種バラバラです。あ、そうですか。はい。今どんな状況ですか？ありがたいことに私のところの飲食店のクライアント様は、2月の後半までは全然問題なく、で、3月の頭ですね。要はいろいろと報道がたくさんされて、政府からも少し発表があったりとか、要はイベントが中止にしてくださいって自イベン粛ト要の請軒が、並みですよね。その要請が出された時にぐっと落ちたところが多いんですよね。ただ、その後に関しては少しずつ持ち直してきてるというのが現状ですね。僕飲も食今、店。甲子園に住んでますけど、昨日、ララポートに行ったんですけど、結構みんな飲んでるとね、してる部分ってのはあるのかなと思いまそうですね。ね。そうですね。で、岡本さんの場合は、講演会というと当然イベントなわけなんですけど、その辺は。もう、3月、4月は全部中止ですね。全部中止。全部中止。中止というか、延期がほとんどですけども。じゃ、これは当然ギャラが入んないっていう。その分に関してはギャラはもちろん払えないですよね。ねえ、じゃあちょっと収入っていう部分で厳しいですよね。ですね。これ後で、お話をしていってもいいのかなと思うんですどうけどぞ。も、事業のポートフォリオっていうことをやっているので、授業なんですか？要は、軸をいくつか持つっていうことですね。キャッシュポイントをいくつか持つってことをしているので、そこの部分がアウトになったとしても、他の部分が稼働しているので、収入が途絶えるってことはないんですよね。じゃあそれでいろいろ軸足を変えながら。そうですね。もともと軸足、簡単に言うと軸足が3本。軸足というよりか、あれの方がいいかな。柱って考えていただいた方がいいですよね、お家の。お家の柱が、例えば仮にですけど、1本だけで立ってたら、その1本がボーンと折れちゃったら、それで家は倒れてしまいますそうよですね。ね。だけど、それを3本とか、それ以上持ってれば、1つがもしボーンとね、例えばですけど、シロアリに食われたとしても、2本以上の他の柱で立ってることができるので、もともとだから、軸足を変えるというよりかは、もともと3本以上柱をちゃんと立てておくってことがすごく大事で。やっぱり世の中どう変わるか分かんないですよね。そうですね。そういうふうなことを考えてますね。災害も過去ありましたし、当然あり我ま々しはたね。神戸、阪神・淡路があって、その後も東日本があったり、そうそでれすから、ね。中東の方で戦争が大きなものがあったりとかっていうのは、すごく影響を受けるわけですけど、ちょっとレベルがね、リーマンショックとかともまた全然違うだろうし、その辺は、皆さんの精神的なものどうですか？まだ実感ないのかなっていうのが一番感じなんですけど。世の中、海外に比べて日本の場合は緩いですよね。外出ちゃいかんなんていうのもね、ないですし、ちょうど、大阪、兵庫県でね、今ちょうど収録してるのが、3連休の時ですけれども、その時に、行ったり来たりしないでねっていうことをね、知事さん、あと、知事さんたちが言ってましたよね。お願いしてましたよね。それぐらいなもんで、他は特にその外出禁止とかですね、海外のように、
まあ封鎖みたいなことが行われてないですよね。だからそういう意味では、はい、まあ、比較的緩いというか、あの気持ち的になんかモヤモヤしてるけれども、まだそこまで、引き迫るものはないというのが現状なんじゃないですかね。ただそのこういう状態の時って漠然とした不安っていうのを覚える方は多いんじゃないですか、うん、はい、その辺は反応はどうですか。あの気持ちの上ではすごい皆さん不安を感じてらっしゃいますし、まあ、やはりあの一番不安を感じているのは、はい、あの経営者の方でしょうね。特に中小企業の経営者の方っていうのは非常に不安を抱えてらっしゃる。で実際にもう立ち打ちいかない、できないとかね、そういうふうになってらっしゃる方もいらっしゃるのではないかなと思いますね。はい、岡本さんとしては、うん、あの精神的な支えでもあるわけじゃないですか、そういった方が、はい、そうですね、あの、まあ、どう言葉かけていくとか、どうメッセージを、まあ、精神的、具体的なものと精神的なもの、うん、両方岡本さんやらないといけないんですけど、うんうん、そうですね、はい、精神的な方からちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、具体的に言うと、あの正しい情報、要は一時できるだけ一時情報に近いもの、あとは、情報のキュレーターとして、まあ、以前から自分が誰かって決めてたら、その正しい情報を出せる人の情報をしっかりと取るってことですよね。はい、要は、こういう不測の事態に必要なのは、リーダーである経営者の方々っていうのは、正しい判断と正しい迅速な行動をですね、これを行うことが大事じゃないですか。うん、でその、どちらも、やる上で絶対に必要なのが情報を得るということなので、まずリーダーの方々は皆さん情報をしっかりと得るということですね。これをやっていただきたいですね。うん、でそのバイアスがあまりかかってないものがいいと私は思いますよね。あのネットなんか特にそうかもわからないですけど、バイアスがなんかこう不安がらせたいとか受けたいとか炎上したいとかいうのは多いですよね。はいはい、そうですね。なんかそういうふうなことをやる方っていうのは以前からそういうことをやってるっていうのが大体わかるので、はい、うん、そういう人の情報は入れない方がいいんじゃないかなって私は思いますね。あとマスコミもそうですよね。今の言葉って分かりやすいですよね。バイアスがかかってない情報を探すっていう、はい、リテラシーとか真実を見極める目とか言っても難しいから、あ、うん、ね、バイアスがかかってる、これバイアスかかってるかどうか疑ってみようみたいなのはいいのかもしれないですね。うん、そうですね、うん、まあ今すぐ急にっていうのはなかなか難しいかもしれませんけれども、まあ、今回を機に、うん、今後ですね、またこういうことが起こるっていうのは非常に、確率的には高いですから、はい、これが終わった、もしくはこれを機にそういう情報を取るっていうインターネット上、まあ、インターネットじゃなくてもいいんですけども、きっちりとした、できるだけ正しい情報に近いものを発信している人を探しておく、複数探しておくってことですね。それが僕は大事じゃないかなと思うんですね。今までのパニックに比べて、うん、あの今のところ僕の観察なんですけど、大騒ぎしてる方が少ないかなって思うんですけど、はい、その辺いかがですか。あのそうですね、あのそれはその通りだと思いますね。はい、あのそれはなぜかってやっぱり世の中全体がまだそんなに、聞き迫るものがを感じてないからでしょうね。はい、これがもしあの外出、ね、禁止とか、はい、まあ、本当にもう鎖国じゃないけども、外から入るのを一切もうなしにするとかですね、うん、海外のようなことが起これば、これは全く違ってくると思いますね。うんうんうん、今スーパーには行列も何もできてないんですけども、下手したらね、なんか買い占めに走るような人も、まあ、一時期トイレットペーパーがそうだったんですけどもね。トイレットペーパーとね、マスクもまあ当然そうなんですけどね。うん、そういうことが、こういう厳しいことやめてもらいたいですよね。そうですね、お気持ちはわかるんですけどね。うん、具体的にはアドバイスされてることは、まあ、まだ始まったところでこれからなんでしょうけど。ですね、まあ、気持ちの上では今言ったようなことで正しい情報を得ましょうということですけども、あとはもうあとお店の場合だったらお客様に対してしっかりと、今できることをやっていきましょうということをお伝えしてますね。で実際その私のクライアントさんの中には、うん、あのこういう状況で売上が下がるわけですよね。うん、で下がっててぼーっとしているのではなくて、下がってるからこそ時間が空くわけですよね、うん、手が空く、うん、じゃあその時に何するのかって言ったら、お客さんに対して、情報を発信するってことを やってるところもあってですね、うん、これこの、コロナショックが起こった瞬間に YouTube を始めてるお店もあるんですよ。あ、そうですか。そうなんです。でそういうところはですね、もう、始まってからですね、3週間ぐらい経ってるわけですよね。で、はい、5本も6本も YouTube を流してですね、お客さんと、はい、
にそれを、メールとか LINE とかで伝えてですね、はい、で見てねってやるわけですね、はい、そしてお客さんがそれを見て、まあ、楽しそうな、すごく、もしくは美味しそうな、そういうふうな動画をやるわけですよ。はい。そしたら、まあ、お客様も塞がってるわけですよね、気持ちは。その塞いでがってる気持ちを、なんとか変えたい。で、そこのお店の動画を見て、あ、いいなと思って、じゃあ行こうかって、久しぶりにとか、もうせっかくだから、まあ、近いし、大丈夫だろうって、なんかね、そういうふうな気持ちになって来られて、それで回復基調に、もう、数週間でなっちゃってるってとこもあるんですよね。僕も今回ね、やはり取材は僕足で稼ぐ、うんうん、直接会う、はい、そうですね、ね、はい、距離を縮めるっていうのは僕のやり方なんですけど、今これ岡本さんと喋ってて初めて、はい、テレワーク取材というのを、おお、そうですね、はい、デビューしてしております。はい。これ何に使うかというと赤田社長の鉄板の方にちょっとこう使いたいなと思ってるんですけどね。はい。だから商店だけじゃなくて僕らもこれをちょっとたけないといけないのかなっていう。はい。もういろんなビジネスで使えることだと思いますね。うん。うん、だから YouTube とこれのこういったこういう会議テレビ会議システムって呼んだらいいんでしょうか。そうですね、はい、こういうものを組み合わせていく、これがそのもの番組になっちゃうとか、はい、可能性もあるかもわからないですよね。あ、もう、まあ、番組ってそのマスメディアに関してはちょっとわからないですけども、インターネット上ではね、この、Zoom 機能を使ってたくさん、会議やってたりとか、あと講座やったりとかセミナーやったりとかっていうのはもう頻繁に行われてますね。じゃあこれからちょっとこういうのに長けていかないといけないですよね。で、そうですね、バイアスということで言うと、ちょっと今度まあ、インタビューというよりは僕が体験したことなんですが、はい、YouTube で僕はまあ、コロナのタイトルの入ったものをいくつかやっぱりやってたんですが、うん、はい、で YouTube が今人がいなくなったらしくて、で、うん、AI が、まあ放送局で言ったら編成業務ですよね、うんうん、チェックやってるんですけども、ほうほう、コロナという単語で、炎上狙いがあるのでコロナが緊急用語みたいになっちゃって、 YouTube から来たお便りは、人間が今してないので AI は文脈が分かりませんと。なるほど、文脈分からないからコロナってタイトルとかに入ってると削除されるかもしれませんよそうなってるんですか。知らなかった。まあ、これ大事なことで、うん、AI が文脈わからないということを YouTube は言ってくれるから、うん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 、でそう言って、で健全なことで削除になったら異議申し立てしてくださいっていうお便り。おお、そういうのが来たんですね。へえ。これちょっと、そういう YouTube 始めた方にも言ってあげてもいいんじゃないですか。本当ですね。それはもう、ぜひぜひ。分かんなかった、知らなかったですね。4日ぐらい経ってるんで、もう状況変わってるかも分かんないですけど、はい、でもちょっと今、ただ15日ぐらいでしたかね、に、コロナって入ってるだけで消されたらごめんね、みたいな。そうなんや知らなかった、だから AI っていうのはやっぱりそういう限界があるっていうのを考えたりもする大事ですかね。そうですね、今の段階ではそうなんですよね、まだまだね。はい、じゃあ岡本さん、最後にですね、まあ、ビジネスされてる方にメッセージをお願いします。はい。今、おそらくですけども、経営者の方もですね、非常に、心の中がもやもやしてる、あと不安だと思います。で、はい、ご自身も不安なんでしょうが、それと同じようにおそらく働いてらっしゃる方も不安ですよね。でそういう方々の不安を払拭するということがやはりすごく大事で、そのために何をしなければいけないのかって言ったら、やっぱり雇用をしっかりと確保するということですね。雇用確保が大事ですよね。はい、大事です。で、雇用確保するためには売り上げを上げなきゃいけないと、はい、で今こういう状況になっているので売り上げが上がらないではなくて、先ほどお伝えしたような飲食店でもですね、 YouTube をやって、それで売り上げを上げようと、努力されているところも多く、で実際それにやることによって売り上げが上がってるわけですよね。はい、いろいろやり方
多分あると思います。であとは、はい、国がお金を貸してくれるというですね制度も今、制度じゃなくてそういう PR やってますよね、はい、もう数日前からどんどん、貸し出しが行われていってますよね。そういうものもしっかりと利用されてですね、まずは、従業員さんに、はい、安心できる環境を作るということ、それをやっていただければなというふうに思います。従業員さんに安心できる環境を作るということですね。はい、はい、じゃあ今日どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。ではインタビューを終了一旦させていただきます。はい、はい、ありがとうございました。